こんにちは、 YouTube 図書館のアッキーです。それでは今回は人生をストレスフリーに変えるお一人様のお金の増やし方について解説していきます。あなたはお一人様と聞くとどんなイメージがありますか？独身、シングルなどパートナーがいない女性のイメージってありませんか？お一人様を辞書で調べてみるとこう書いてあります。遊園地などを一人で利用して楽しむ人、精神的に自立して一人で行動できる人、夫婦または配偶者との別居により一人で生活している人、こう書いてあります。お一人様っていうのは単にパートナーがいない女性ではないです。自立して生きている人のことです。経済的、精神的に誰かに依存せずに前向きに生きている人です。2005年にはお一人様が流行語大賞にノミネートされました。2007年にはお一人様の老後が出版されてベストセラーとなっています。さらに2009年には水木有沙さん主演ドラマお一人様の放送もありました。この動画ではお一人様でもできるお金の増やし方を解説します。稼ぐ力は人生をコントロールする力。お一人様に最低限必要なお金はいくらなのか、知っておくべきお金の増やし方の基本ルール、メルカリ物販が初心者でも稼げる3つの理由、もし10万円が手に入ったらあなたは何に使いますか、10万円達成は手段の選び方が9割、不要品を売るだけでは10万円は稼げない、10万円達成に必要な4つの数字、それぞれ解説していきます。稼ぐ力は人生をコントロールする力です。誰にも依存せずに自分の力でお金を稼いでください。それができればあなたには様々な選択肢があります。選択肢が増えれば人生の中で困ることがあっても自分の望む方向に転換できやすくなります。自分の収入をコントロールできれば最終的に人生そのものもコントロールできます。嫌な会社を辞めることもできます。嫌いな人と働く必要もないです。女性であれば男性に頼らずに生きていくことができます。誰にも依存せずに稼ぐ力を手に入れて自分の人生をコントロールしてください。入り口は今の生活を続けながらでも大丈夫です。副業であれば仕事のスケジュールも自分で調整できます。本業や家庭とも両立しやすいです。徐々に稼ぐ力を身につけて将来的な自立を目指してください。ここであなたに知ってほしい言葉があります。それはキャッシュフロークワドラントという言葉です。この言葉は金持ち父さん、貧乏父さんという本に書かれている言葉です。キャッシュフロークワドラントでは僕たちの働き方は4つに分けることができます。E はエンプロイー、従業員です。S はセルフエンプロイド、自営業者です。E と S が人口の9割です。B がビジネスオーナーです。I がインベスター、投資家です。B と I が世の中のお金の9割を持っています。あなたがお金持ちになりたいのであれば、いずれビジネスオーナー、投資家になる必要があります。でも現実は E の人がほとんどです。まずは E をやりながら、副業をして S を目指してください。その次に B、 最後が I です。 E から S、 S から B、 B から I、 このステップアップでやってみてください。まずは自分でお金を生み出せるようになってください。そうしないと最終的に投資家になることはできないです。僕も会社員から副業を始めて一歩ずつステップアップして経営者になって投資家になっています。まずは副業に興味を持ってみてください。続いてお一人様に最低限必要なお金はいくらなのか。人生には様々なお金がかかります。その中でも人生の三大資金が大きいです。三大資金とは教育資金、住宅資金、老後資金の3つのことです。子どもの教育費用は高いです。マイホームなどの住宅資金もかかります。老後のお金も必要です。今の日本人の平均寿命は女性で87歳、男性で81歳です。退職年齢を65歳としても老後は20年近くあります。今のうちからしっかりと貯めておかないと将来が厳しいです。まずはあなたに必要なお金を知ってください。まずは最低限一人で生活するのにいくらのお金が必要なのか、
これを把握することです。では一人暮らしに必要なお金の目安はいくらなのか。総務省統計局のデータによると、一人暮らしの人は毎月平均15万円使っているようです。手取り15万円が最低ラインってことです。しかし手取り15万円だと住む場所を変えたり結婚したり子供にお金を使うことができないです。貯金もできない、積み立て投資もできないです。今は大丈夫でも将来余裕のある老後は無理だと思ってください。余裕のある自由な一人暮らしを叶えるには手取りで30万円は最低必要と考えてください。とは言っても今の会社で頑張っても給料がそう簡単には上がらないです。だから副業をする必要があります。もちろん家族がいたり子供がいる方はもっとお金が必要です。人によって家族構成、住んでいる場所、趣味などは違います。まずは自分なりの予算の目安を持ってください。多くの人にとって最低ラインが30万円です。これをしっかりと理解した上で自分はいくら必要なのか一回考えてみてください。続いて知っておくべきお金の増やし方の基本ルール。お金を増やす方法は3段階に分かれます。その3つとは節約をすること、収入を増やすこと、投資をすることです。このうちのどれか1つでも欠けたら十分な貯金はできないと思ってください。全部必要です。節約をする、収入を増やす、投資をすることです。また3つの順番を間違えるとうまくいかないです。そして順番を守るだけでもダメです。重要なのは順番だけではないです。それぞれにどれだけの労力を当てるかです。ここからはこの3段階を順番に見ていきます。まずは節約です。家計簿を見直す時のファーストステップが節約です。使う金額が減れば手元に残る金額は増えます。そして節約で初めに取り組むべきなのは固定費の削減です。毎月の固定費といえば何がイメージできますか？家賃、光熱費、保険料、携帯代などです。無駄な保険を解約してください。生命保険の掛け捨て、火災保険、自動車保険以外はいらないです。独身の方であれば生命保険もいらないです。家を持っていない人であれば火災保険はいらないです。車がない方は自動車保険はもちろんいらないです。家賃も低いところに引っ越してください。大手キャリアから格安SIMに切り替えてください。節約することによって毎月1万円から2万円は変わってきます。これを年間にすると12万円から24万円です。40歳から25年間やるとすると300万円から600万円になります。しかしこれでは老後資金には全然足りません。そのため節約はあくまでもファーストステップだと考えてください。節約するだけで将来お金持ちになれる、そう思ってはいけないです。次のステップを必ずやってください。次のステップは収入を増やすことです。本業以外で収入を増やすには副業がおすすめです。お金を増やそうと考えるとつい今あるお金を投資に回そうと考える人が多いです。しかし投資を考えるより先に考えるべきは収入を増やすことです。投資をするには十分な資金に加えて勉強とか情報を集める時間も必要です。今お金がない方は投資をするのではなくてまずは収入を増やすことです。収入を増やすには基本的には労働単価を上げるか労働時間を増やすかしかないです。本業が会社員の場合、労働時間を自分でコントロールするのは難しいです。副業として本業が終わった後の平日の夜や週末にアルバイトをするのもお勧めしないです。このような労働は体力的にも厳しくなります。そのため長期的に続けることが難しく効率的ではないです。結論を伝えると、今すぐお金になって将来のスキルアップにつながる副業を選ぶのがいいです。それがメルカリ転売です。メルカリ転売がなぜいいのかは後ほど伝えます。そして3つ目のステップが投資です。投資はおすすめです。僕もずっとやっています。積み立てNISA、iDeCoなどで資産形成することは大事です。ただし、これだけは抑えてください。中途半端な金額は中途半端な利益しか生み出さないことです。毎月100円積み立て投資をしてもまとまったお金にはならないです。100円だと足らなすぎます。
もしあなたの収入が増えれば月3万円、5万円、10万円と投資信託に積み立てることができます。まずはそこを目指してください。そのためにはまずは収入を増やすことです。収入を増やして投資にたくさんのお金を回せるようになってください。続いてメルカリ物販が初心者でも稼げる3つの理由。瀬戸山さんはメルカリを使った物販ビジネスのプロです。彼女のもとには毎月700件もの会社員、主婦からの相談が来るようです。副業でお金を稼ぐのになぜメルカリ物販が一番いいのか、理由が3つあります。1つ目は難易度が低いことです。メルカリで稼ぐスキルは実際に始めると自然と身につきます。不要品を売る段階ではあまりスキルアップを実感することはないですけど、仕入れをするようになってくると何をどのくらい仕入れるか選ぶようになります。これがスキルを磨く経験になります。また仕入れをすると出費が発生します。使った以上に売りたい、誰もが思います。だからこそどうやったら売れるのか自然に考えるようになります。仕入れをすると当然危機感が生まれます。適正価格や販売方法のリサーチが自然とできるようになっていきます。お金への意識も高くなって市場への興味も高まります。今の世の中でどのようなものが売れているのか自分で調べるようにもなります。そうなると市場を見る目が養われます。数をこなしていく中でビジネス力、稼ぐ力が勝手に上がるのがメルカリ物販です。メルカリは実際に使っていく中でスキルや知識を身につけていくのが一番です。家にある不要品から出品する分にはお金はかからないです。まずはあなたのいらないもの、部屋でもう使わないものを気楽に出品してみてください。続いて初心者でもできる理由の2つ目、隙間時間を有効活用できるからです。忙しくて副業なんて始められない、そんな人がいます。いくら忙しい人でも探せば必ず隙間時間はあります。通勤の時、家事、仕事の合間、少しスマホを見る休憩時間っていうのは必ずあるはずです。それよりもよくありがちなのがテレビとかゲームとか家事をする時間を無駄にしていることです。メルカリの作業時間も商品を発送するときは集荷に来てもらったり、駅やコンビニに設置されている宅配業者のステーションを利用したり、いろいろと工夫ができます。メルカリの利用人口が多くなって使えるインフラが整ってきています。それを使わない手はないです。最後の3つ目の理由は楽しいことです。うまく続けて売れれば、売れる、嬉しい、売れた、嬉しい、また売ろうと思える好循環が生まれます。楽しく続けられるのもメルカリのいいところです。人間は楽しいと感じているとき、脳の中で快楽物質であるドーパミンが出ています。その快楽をもう一度味わおうとして継続につながります。メルカリで商品が売れると、アプリの中ですぐ入金が確認できます。早く成果を実感できるのも続けやすい理由の一つです。続いて、もし10万円が手に入ったらあなたは何に使いますか？自由なお一人様生活には最低30万円が毎月必要です。さっき伝えた通りです。30万円を目指すにはまずは身近なスマホアプリを使って不要品販売から始めてください。それで数万円稼いでください。慣れてきたら月10万円を目指してください。こういった小さな成功体験の積み重ねは自己効力感を高めるために必要です。何かをやり遂げたり継続するために自信を持つことを自己効力感と言います。これは子供だけじゃなくて大人にも必要です。メルカリの不要品販売は商品や価格を工夫すればすぐに売れます。楽しく成功体験が積めます。ぜひやってみてください。そして不要品販売に慣れたら次は10万円を目指してください。今の生活に10万円の収入をプラスできれば余裕が生まれます。では実際に10万円あったらどんなことができるようになるのか。2020年新型コロナウイルス感染症の経済対策として全国民に給付金10万円が支払われました。この10万円の使い道について調査結果によると1位が生活費の補填 53.7%、 2位が貯蓄 26.1%、 3位が国内旅行 10.1% でした。
元の収入が少なくて毎日の生活が厳しい人は、まずは生活費に充てるのが一番です。将来に不安があるなら貯金に回すのも選択肢としてありです。一方で余裕はあって国内旅行のように世の中の経済を回すのもありです。ではあなたが今毎月10万円の収入が増えたら何がしたいですか？今のうちから考えてください。実は初めから明確に答えられる人はほとんどいないです。もし仮に10万円稼げるようになっても毎日の生活が劇的に豊かになることはないです。10万円増えたら頑張った自分へのご褒美に使う、ちょっとしたゆとりが得られる、それくらいの感覚です。もちろん毎月定期的に10万円稼げるようになったら、一部は貯金、一部は積み立て投資のような使い方もできます。今のうちから収入が10万円増えたらどうするかを考えるようにしてください。続いて10万円達成は手段の選び方が9割。副業で月収10万円を稼ぐにはどの仕事を選ぶのかが非常に重要です。例えば本業の他にアルバイトをしたいとしましょう。ちなみにアルバイトの最低賃金を知っていますか？全国平均で902円です。時給902円で月収10万円稼ぐには週5日勤務で1日5時間働く必要があります。本業が18時に終わってそこから5時間のため週5日23時まで働きます。これは簡単なことではないです。特に年齢を重ねると体力的にも難しいです。つまり副業で稼ぐには普通のアルバイトよりも効率がいい方法を選ぶ必要があるってことです。瀬戸山さんの生徒たちは約 50% の人がメルカリ物販に取り組み始めて1ヶ月で月の利益が10万円を超えるようです。そして3ヶ月以内に目標設定をして行動している人のほぼ 100% の人が月10万円に届くようです。経験を積み重ねながら3万円、5万円と右肩上がりに利益を上げて、最終的に3ヶ月目に10万円を稼げるようになるようです。これは素晴らしいことです。在宅でこんな稼げるんであればやってみたい人も多いと思います。ただし楽にできるわけではないです。もちろん目標をしっかりと決めて毎日努力する必要があります。メルカリで10万円を稼ぐのはイメージしやすいと思います。30日間毎日メルカリで販売する商品で1日3333円の利益が出る商品を売ればいいだけです。物販っていうのはすごくシンプルです。安く仕入れて高く売るというビジネスモデルです。安い仕入れ先さえ分かっていれば、時給のアルバイトのように長時間働かなくても誰でも早い段階で稼ぐことができます。つまりメルカリを使ったオンライン物販はアルバイトよりも少ない労働時間で多くのお金が稼げる効率のいい方法です。アルバイトのように手段を間違えると10万円は難しいので気をつけてください。ちなみに瀬戸山さんはメルカリ物販以外で月10万円稼げたことがないようです。アフィリエイトや FX よりも副業をするなら僕もメルカリ物販をお勧めします。なぜなら僕の周りにはメルカリ物販から始めて脱サラをした人、副業で成功した人、起業した人がたくさんいるからです。詳しくは瀬戸山さんの YouTube や本を見て勉強してみてください。続いて、不用品を売るだけでは10万円は稼げない。株式会社メルカリが発表しているデータによると、メルカリで出品している人の平均の売り上げは1人当たり約1万7000円のようです。そのため、不用品を売るだけでは月10万円の売り上げには届かないです。メルカリで十分な売り上げを出すには、ちょっとした工夫の積み重ねが必要です。ちなみに不用品が売れない理由で一番多いのが価格を適当につけることです。適当に価格設定しないでください。その商品がメルカリでいくらで売れているのかちょっと調べるだけで結果は変わります。相場の価格を知ることができれば売れやすくなります。利益が2倍以上になることもあります。またメルカリアプリを見ている人の気持ちになって出品してください。アプリを見ている人の気持ちになれば工夫できるポイントがたくさんあります。例えば商品の写真は特に1枚目を目立たせてください。タイトルと説明文に検索されやすいキーワードを入れてください。アプリ画面で商品を上位に表示させてください。メルカリは出品している人がとても多いです。メルカリは出品した順番に上から商品が表示される仕組みです。
あなたが出品した商品をそのままにしているとすぐに表示位置が下に行ってしまって人に見られなくなってしまいます。メルカリでは目に留まる確率を上げるために商品を上位表示させることが重要です。上位表示させるには24時間経ったら1000円値引きするなど簡単なコツがあります。メルカリで売り上げを伸ばす簡単なコツは何も特別な情報ではないです。高く売りたい、利益を増やしたい、その視点があれば YouTube やブログで意外と簡単に情報が手に入ります。引き寄せという言葉があります。人は車が欲しいと思ったら自然に他の人の車が気になるようになります。メルカリの情報も同じです。この商品をメルカリで高く売りたい、そう思えばそのための情報があなたの目に入ってきます。その意識改革が不用品販売から10万円達成へのステップアップの第一歩になります。最後は10万円達成に必要な4つの数字。メルカリ物販で稼ぎたいとはこの4つを必ず押さえてください。その4つとは売上金額、送料、梱包資材の金額、仕入れ金額の4つです。つまりいくらで売れるのか、送料はいくらかかるのか、梱包に使う資材はいくらなのか、いくらで仕入れられるのか、この4つをしっかりと把握することです。この4つの数字を帳簿につけてください。帳簿は家計簿と同じです。家計簿では日付を書いていくらを何に使ったか項目ごとに仕分けして書きます。メルカリの帳簿も同じです。まず日付を書いて売上金額、送料、梱包資材の金額、仕入れ金額を書いてください。またメルカリは売れた時の手数料が 10% かかるためそれも記載してください。そして利益を出してください。利益は売れた金額から仕入れ金額、梱包資材の金額、送料、メルカリ手数料を差し引いた金額です。10万円を目指す段階ではこのシンプルな帳簿をつければ OK です。日々コツコツと帳簿をつけることによって品物の大きさを見ただけで送料の検討がつくようになります。安い資材の手に入れ方も分かるようになっていきます。そして利益を増やしやすくなります。そして当たり前のことなんですけど、物販で利益を出すには先に商品を購入する仕入れが必要です。先にお金を出すことにハードルを感じる人はいます。でもそもそも世の中っていうのはそういった仕組みになっています。スーパーに売っているお菓子もそうです。例えばお店側が1個60円で仕入れてお客さんが1個100円で購入する。これでスーパーは利益を得ています。確実に売れるかどうかわからなくても仕入れをして店頭に置かなければお客様が買ってくれることはないです。この仕入れができるかどうかが稼げるかどうかの分かれ目になります。仕入れを継続して常に在庫を持つ、それをしないと利益を出し続けることはできないです。売るものがなければ売り上げを上げることなんてできないです。仕入れに対する感覚をしっかりと持ってください。それではまとめいきます。稼ぐ力は人生をコントロールする力です。自分の収入をコントロールできれば最終的に人生そのものもコントロールできます。キャッシュフロークワドラントによると4つの働き方があります。従業員、自営業者、ビジネスオーナー、投資家、お金の自由を手に入れるにはいずれビジネスオーナーか投資家になるしかないです。会社員の方は副業を始めて自分でお金を稼げるようになる、そして人を雇ってビジネスオーナーになる、最後は投資家になる。これが本当にお金に自由になる方法です。続いてお一人様に最低限必要なお金はいくらか、人生の最大資金、教育資金、住宅資金、老後資金など僕たちにはお金が必要です。まずは自分に必要なお金を知ってください。余裕のある一人暮らしを叶えるには手取りで30万円が最低ラインで必要です。まずは自分なりの予算の目安を持ってください。続いて知っておくべきお金の増やし方の基本ルール、この3つを押さえてください。節約をすること、収入を増やすこと、投資をすることです。まずは節約です。家計簿を見直す時のファーストステップです。まずは固定費の削減をやってください。ただし節約はあくまでファーストステップです。次のステップの収入自体を増やすことを徹底してください。収入が増えて家計に余裕ができれば余剰資金を投資に回すことができます。最後のステップが投資です。ただし中途半端な金額は中途半端な利益しか生み出さないです。節約をして収入を増やしてできるだけまとまった金額を投資に回せるようになってください。
続いてメルカリ物販が初心者でも稼げる3つの理由。1つ目は難易度が低いことです。2つ目は隙間時間を有効活用できるからです。3つ目は楽しいからです。続いてもし10万円手に入ったらあなたは何に使いますか。今のうちから月10万円の収入が増えたら何に使いたいか決めるようにしてください。続いて10万円達成は手段の選び方が9割。手段を間違えると10万円は厳しいです。僕はメルカリ物販をお勧めします。僕の周りでも物販で人生を変えた方は多いです。続いて不用品を売るだけでは10万円は稼げない。不用品を売るだけでは数万円にしかならないです。毎月の収入を増やすことはできないです。続いて10万円達成に必要な4つの数字、売上金額、送料、梱包資材の金額、仕入れ金額、この4つをしっかりと理解して帳簿に書くようにしてください。そして物販で結果を出せるかどうかは仕入れができるかどうかです。これが稼げるかどうかの分かれ道になります。瀬戸山さんはメルカリ物販で人生を変えました。アフィリエイトで失敗して、さらに FX にも失敗しました。その後に出会ったのがメルカリ物販でした。アフィリエイト、FX で失敗したこともあり、始めるかどうか半年も悩んだようです。それでもやらなかったことで後悔したくない、そう思いビジネスの世界に飛び込みました。その結果が大成功です。瀬戸山さんがあなたに伝えたい言葉がこれです。こんな世界があったんだ。副業で何をやろうか悩んでいる方はメルカリ物販にチャレンジしてみてください。一度きりの人生です。家にある不用品を売るぐらいであればリスクなんてないです。メルカリ物販に興味がある方は本瀬戸山さんの YouTube などをぜひ見て勉強してみてください。しっかりと学ぶことでどんどん結果は出てくるはずです。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。